ブルワーはアメリカ合衆国メイン州南部のペノブスコット郡に位置する市である。番号大都市圏に属している。市名は最初の入植者、ジョン・ブルワー大佐にちなんで名付けられた。2010年の国勢調査では人口9482人だった。ブルワーは番号市と姉妹都市である。この西はペノブスコット側の航行可能な上限にあって川を挟み。 三本の橋で繋がれている。当初はどちらもコンデスキーグプランテーションに属したが、番号はジョン・ブルワーの出生地にちなんで、ニューウースターとも呼ばれていた。1788年、ブルワーとニューウースターを主要ビレッジとして、オーリントンの町が法人化された。コンデスキーグの一方は1791年に番号として法人化された。最後は1812年、ブルワーが、 オーリントンから分離して法人化された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は15.68平方マイルであり、このうち陸地15.23平方マイル、水域は0.245平方マイルで、水域率は2.88%である。サウスブルワーとノースブルワーのビレッジが地域内にある。サウスブルワーは、以前、市の主要工業地帯だった。 ブルワーの気候は季節によって温度差が大きいのが特徴であり、夏は暖かいか暑くて湿度が高いことが多く、冬は寒くて時には厳しい寒さになる。欠片の気候区分によれば、湿潤大陸性気候、略号では DFB である。サウスブルワーにあるビクトリア様式のダニエル・サージェント邸はアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。サージェントは、 サウスブルワーの大きな製材所の所有者だった。南北戦争の時、サージェントはメイン第2志願不評連隊のタイガース中隊を指揮した。この部隊は1861年に最初にメイン州から出征し、2年間で11の戦闘に参戦した部隊となった。サージェントは最後は中佐に昇進し、連隊の第二指揮官となった。 第一回収派協会市内でも、最も印象的な建築物は、コケラブキの第一回収派協会であり、ペノブスコット川沿い、番号を見下ろす、崖の上に立っている。ブルワーは19世紀にレンガ作りで有名であり、一方、番号は、木材で有名だった。1850年代では、ブルワー22内市15のレンガ工場があり、毎年1200万個のレンガを生産していた。 これらの大半はボストンや近隣に送られた。ボストンのバックベイとサウスエンドの地区の大半はブルワーのレンガで作られたと言われている。ブルワーのフランク・オー・ファーリントンが1859年にレンガの縁取りと回転させる機械の特許を取得した。造船や製材業もブルワーの主要産業だった。ブルワーの製材所はペノブスコット川上流で滝の動力を使っていたのとは異なり。 蒸気による動力を使っていた。19世紀と20世紀初期、かなりの量の氷製産業があり、ゲッチェル兄弟会社という形で今も残っている。イースタンマニファクチャリング社が1869年に、サウスブルワーでパルプと製紙工場を開設し、市内最大の雇用主になった。この工場は2004年に閉鎖され、その跡地は現在シアンブロコーポレーションが、 再開発している。イースタンマニファクチャリング社は、フレッド・ W エアが所有する製材所として始まり、1880年代後半には、余剰となった板材を使うために、新しく開発されたアリューサン・シオノリによって、紙を作る実験を始めた。1890年、エアはアリューサン・ジオ上ョ法放の新しい特許を取得し、それが、イースタン社の基本的工法となった。 ミリノケットのグレートのオザン社も同じ方法を使い競合するインターナショナルペーパー社が所有する重要な特許を回避できた。地元でイースタンと呼ばれた。この会社は1905年頃紙の品質で特化し始めその後、社名もイースタンファインペーパー、インクと変えた。1900年、17歳のフランス系カナダ人少女、ディオンヌポリオが イースタンマニファクチャリング社の高さ173フィートの煙突の頂点まで初めて登ったものとして10ドルを獲得した。この会社は初めて登った少年に5ドルを出すと提案をしたが、少年はすべて途中で止めてしまった。ポリオンが挑戦するとした時に賞金が倍になった。この快挙はニューヨークタイムズでも報道され、サウスブルワーで最も可愛いだけでなく、 最も大胆なものだと書かれていた。1903年8月29日早朝、銀行強盗がブルワー貯蓄銀行にダイナマイトを使って押し入った。彼らは金庫室から300ドルの実を取って番号に橋を渡って逃げ、途中ブルワーの人々や番号側の警官に発砲した。その追跡に番号の全警官を動員したにも、かかわらず強盗は逃亡した。 1906年6月12日、ブルワー高校の生徒4人が、ブルワー湖で搬送中に溺れた。その知らせを聞いた近くのオールドタウン町の女性が、渾水状態になって、かなりの精度で溺れた者たちの遺体の場所を告げたと、されている。ただし、その情報が湖に届く前に、生徒たちの遺体は回収されていた。この件について、後に、 アメリカ心霊研究協会ジャーナルに報告された。卒業式が中止され、1000人の民衆が葬儀に出席した。1924年、クークラックスクランがブルワーのノースメインストリートを公然とパレードしたことがあった。ブルワーにあるチェンバレン記年像以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による 人口統計データである。ありがとうございます。